はい、こんにちは、三年食太郎で、今日はですね、渋谷にある北海道スープカレー素揚げさんに来ています。北海道で創業されたお店でして、東京が3店舗で北海道が5店舗で計8店舗お店があるカレー屋さんなんですけど、スープカレーの中でもめちゃめちゃ有名らしくてですね、北海道でもすごい人気なお店らしいの でスープカレー自体全然食べないんですけど、1万円分食べれたら食べていこうかなと思います。パリパリ知床鶏と野菜カレー、スープの種類が素揚げスープで、辛さがおすすめなんでこの辛口で、アイスがチューライス、あ、ドリンクも頼むかな。マンスリーラッシーって何ですか？さあ、じゃあそれください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ってことでね、やってきましたね。なんか一番左上にあったんで、これが多分一番有名なのかなということで、みかんラッシー、マンスリーラッシーって言って期間限定、毎月変わるらしいんですけど、400円でした。ということで早速いただきたいと思います。いただきます。スープカレーね、結構初心者なんですよね。あ、美味しい。結構ね、ピリッときます。でもすっきりしたベースのカレーで美味しいです。で、何から食べたら正解？舞茸から食べよう。うわ、舞茸でかい。野菜が一個一個ね、大きくてトロトロだ。つけるのが正解？部分食べしてる。どっちが正解？かけるのが正解なのかな。ご飯美味しい。ご飯もなんかちょっと違う気がする。めちゃめちゃ美味しい。赤米入り。メインの鶏肉です。鶏肉食べ応えあって美味しい。ちょっと炭火焼きっぽい感じ。北海道ってやっぱじゃがいもとか有名なイメージある。あ、美味しい。え、めっちゃ美味しい。今まで食べたじゃがいもで一番美味しいかも。本店が北海道にあるらしいんですけど、そのスープをここ渋谷、東京まで取り寄せてるらしいんで、本場の北海道の味なんですよね。みかんラッシー、これね、今日の期間限定ね。あ、めっちゃ美味しい。すっきりする。カレーの後にラッシー飲むと辛みがなくなってめっちゃいいです。さっきは鶏だったんですけど、今回は北海道産の豚肉ということで、角煮ね、大好きなんでちょっと楽しみです。そう、あとイカスミにしたんだ私。だからさっきよりちょっと黒め。え、美味しい。あ、コクがすごい。中辛にしたから辛みもだいぶ緩和されてます。なんかイカ感はそんなにないですね。なんかでもどっちかというとイカスミスープの方がカレーのルーのコクが増されるので、こっちの方がこってり感がある気がする。渋谷でスープカレー食べてるとめっちゃ意識高くなるわ。ちょっと揚げてる。あ、素揚げってそういうこと？野菜がなんか素揚げされてます。やばい、そういうこと？角煮です。やわらか。トロトロです。なんだけど、なんか表面が炙ってあるので香ばしさもあって、炭火のイカスミスープもうまみが、あ、やっぱ辛さマイルドになるんだ。ちょっと辛みがやっぱ抑えられてる気がします。アボカドと芋餅、ロングソーセージをトッピングしました。あとスープをエビスープにしました。ということでいただきます。熱いけど美味しい。ランギってあんまり食べたことないけど、唐揚げに近い気がする。チーズのお好みです。炙りチーズだから、そのチーズの旨味がめっちゃ出てる。ほのかにエビかも。基本的にはカレーがやっぱメインなんですけど、エビのエキスがね、ほのかに感じられます。素揚げのウインナー。あ、おいしい。パリッとした食感っていうよりは結構しっとりめのウインナー。野菜不足な人とかいいですね。人参この形で食べることあんまりないんで。めっちゃ美味しい。ヨーグルトっぽいブルーベリーの可愛い味する。あ、もう中チーズみたいなの入ってる。美味しい。え、芋餅めっちゃ美味しい。え、全部につければよかった。芋餅美味しい。4杯目は期間限定メニューでしてマンスリーメニューということで、なんか毎月ねメニューが変わるらしいんですよね。今回3月に撮影してるので3月メニューになるんですけど、もちベーコン串とポテトベーコン串カレーです。これ毎月変わるらしいんで、4月だったら多分別のメニューが出てると思うんですけど、常連の人とか通ってる人は毎月飽きずに食べれるということで、いただきます。かわいい。これめっちゃいいですね。私こういうの大好きです。おいしい。めっちゃおいしい。ベーコン餅。餅がとろっとろ。ベーコンとの親和性も高いです。おいしい。カレー餅って食べたことなかったんでどうなのかなと思ったんですけど、めちゃくちゃおいしいですね。なんか家でも餅入れたいぐらい。さっき美味しかった芋餅2つとベーコンのやついろいろ入れてこう。ベーコン分厚くて美味しい。ベーコンこっちはポテトですね。ベーコンポテト。正直問題めちゃくちゃ好きな味。うまっ。芋餅めっちゃうまっ。生の野菜カレーでトッピングをねちょっといっぱい飲みすぎて、納豆とかもトッピングにあって珍しいなと思って頼んでみました。牛もつですね。今回ちょっと牛もつカレー頼まなかったんでトッピングで牛もつも頼んでみました。いただきます。これ先食べよう。このめっちゃ美味しい。これ何これ。甘みがあって中のかぼちゃです。っごい甘いかぼちゃ。めっちゃ美味しい。これすごっ。これがラムですね。ラム久々に食べるんです。炭火の味がする。柔らか。最初炭火なんですけど、後々だんだんラムの肉の旨味が出てきますね。コアップガラナ。それはね、北海道といえばのコアップガラナ。あ、美味しい。野菜がねこういっぱいふんだんに大きくカットされたもの使われてるんですけど、これもその自社農園で作っている野菜だそうでして、こだわりのある野菜らしいです。そのじゃがいもめっちゃ美味しいです。牛もつカレーいただきます。でもめっちゃ美味しいかも。これすっごい美味しい。牛もつカレー中身入れるとね、味が多分結構ガーッと変わりそうですね。カオスいいのかな。スープカレーって食べ方合ってる。納豆カレー美味しい。やっぱりひき割りを使ってるんで、ひき割りだからあんまりこう主張しなくていいですよ、納豆が。あ、芋餅美味しかったから最後まで取ってきました。それでね、ラストでめっちゃ美味しいです。はい、ごちそうさまでした。はい、ということでごちそうさまでした。すっごい美味しかったです。私スープカレーって冒頭にも言った通りあんまり食べる機会ないんですけど、今回ね専門店で初めて食べてみてめちゃくちゃこんなに美味しいんだって衝撃受けました。まあ、男性でも女性でも行きやすそうな雰囲気ですごい体にも良さそうな、ね、新鮮な野菜だったりとかお肉とか、なんか全体的にお米とかもこだわりがあったりして健康にも良さそうなカレーでした。ということでね、この素揚げさんのスープカレーなんですけれども、 Uber Eats とかでねデリバリーもやってまして、都内限定で素揚げさんのアプリもあるみたいでして、アプリからイートイン、デリバリー、テイクアウトの注文もできてクーポンももらえるらしいです。オンラインショップもやっているみたいでして、冷凍のスープも売っているみたいなので、詳しくは概要欄にいろいろ書いてあるので、ぜひそちらをチェックしてみてください。ということで今日もありがとうございました。ぜひね、渋谷に来られた際は素揚げさんぜひ行かれてみてください。チャンネル登録お願いします。バイバイ。Where I